ちょうど21歳の時に、友達が音楽雑誌を持ってきて、僕に見せたんですよ。アリゾナ州に、アメリカのアリ,アリゾナ州にギター制作学校があって、こんな特集が載ってるよって言って、その雑誌を見せてくれたんですよ。あ、これだ、俺がやりたいのは、って思ったんですよ。ギター職人の奥村健二です。私の工房へようこそ。ちょうど21歳の時に、将来何をしていいかまあ決まってなくて、 で英語がもともと好きだったんですけど英語を活かした仕事を何かあるかなとか思っててでもただ漠然と英語が好きだから英語に関係した仕事ということではっきり決まってなかったんですよ。ということであのあのでもアメリカにもずっと昔から行きたいっていう憧れがあってそしたらちょうど21歳の時に友達が「音楽雑誌を持ってきてき僕に見せたんですよ、うん、見てみて」とか言って。 アメリカのアリ,アリゾナ州にギター制作学校があってこんな特集が載ってるよって言ってその雑誌を見せてくれたんですよ。それが4ページとか5ページぐらいにわたるあー写真がいっぱい載ったレポートであの日本人の学生が3人入学しててその3人のうちの1人が写真撮ったりレポートして書いてそれが音楽雑誌に載ったたんですよそれれを見た時にあこれだと思ったんですよ。 これだ俺がやりたたいのはって思ったんですよ。えー、まずアメリカに来た、行けるアメリカでもうア,メリアリゾナ州なんですけど砂漠の中の自分の憧れてたアメリカの世界にギターがこがあるそれと英語が好きそれとものづくりが好きで何といってもギターが好きであこれだもう全部自分のやりたいことを満たしてるっていうことで21歳の時にもう行こうって決めたんですよ。 えー、僕にとってギター制作っていうのはまあもともものづく、えー、りが好きだったんで、うん、あのまあ一応趣味って言ったらおかしいですけど、まあまあ、趣,味趣味の範囲を超えて、まあ、仕事にしてるんですけどギター制作の僕にとっての魅力っていうのはあギター自体を作ることが一つのアートっていうかまあ一応ギターは僕は道具とも思ってるんですけどそれで。 あの一つの作品を作り上げるギター制作家としてそしたらまたそれを別の方アーティストつまりギタープレーヤーですよねギタープレーヤーがそれ僕が作ったギターを使ってまた一つのアートを作り上げるそのそこがギター制作の魅力ですね。そそしてその えー、ギタープレイヤーが奏でる僕が作ったギターで奏でる音を観客の一人がその音を聞いてそして感動するもしかしたら昔聞いたあー懐かしい曲かもしれないしそれでまた感動してくれるそこがやっぱり、うん、僕がギターを制作してて素晴らしいなという。うん 魅力の一つですね、うん。まさに転職だと思ってます。はい、まず、あの、まあ、ギター製作というのは全く何もない状態から作るんですけど。まあ、薄い板を、一応ギター製作用としてあるんですけど。まあ、それはトップとサイドとバックですよね。で、全部ブックマッチといって、えー、ツーピースでできているんですよ。ブックマッチというのは、まあ、本を開くということで。 あの,本のマッチングつまり一つの板を真ん中で切るとこうなりますよねでそれで左右のパターンが真ん中で切ってるんで同じ左右対称になるこれがブックマッチなんですよ。であのギターまあ他の楽弦楽器も全部そうなんですけど全部ブックマッチが基本なんですよ。あの木はいっぱいギター分取れないんでこれだけの分を半分に切って広げて すするんですよでブッックマッチでそれで一番最初は、うん、サイドをままず、えー、作りますサイドを型の中に、えー、サイドを、えー、熱で曲げるんですけど熱で曲げてそしてそれを、えー、あの型にはめで,あのでも型にはめた状態ではまだ安定してないのでそれからトップとバックを作ってトップとバックを両方から、えー、接着する。 そうするともうサイドが動かずもうガチッとなるんですよ。そうするそして、えー、サイドあ肩から外します。それとネックはまた別に作ります。ネックは別に作ってあのーえー、それぞれ 別々に作って、あの塗装も別々にやって、塗装が終わって研磨が終わった後に接着して一台一本のギターとして仕上げるんですけど、やっぱり難しいところって言ったら、やっぱりネックジョイント部分は大切な部分で、まあ中心ライン、えー、角度、えー、とかものすごく大事な部分があります。はい、であの普通ギター見ててあんまりこう目がそこまでいかないところかもしれませんけど。 難しいものの中の一つといえば目立たず難しいんですけどバインディングバインンディングっていうのはボディの周りに溝を掘ってそこにバインディングっていう薄い木をとかを貼るんですけどそれはなかなか難しい作業というか根気がいってもともとのはめ込む木自体が薄いのでパーフェクトな綺麗な溝を掘って綺麗にはめ込まないと隙間とかあったら結構 うん、あの目立ったりするしそこはあの目立たなないけど、大変な作業ではあります。え個人製作家と、まあ、一応大量に作っているギターの、えー、メーカーの違いっていうのは、まあ、高級ギターのメーカーっていうのはあって、まあ、年間例えば。 何百本か生産しているとあ、もうこういうところは一応きちんとは作ってあります。ものすごく綺麗に作ってあるし、あれなんですけど、うん、その中でもちょっとだけ、うん、あのやっぱりなんていうかなあのちょっとココアっていうところもあったりはするんですけど、大体はあの低価格ではなければきちんとは作ってあります。でも個人制作家の魅力というのはあの全部が全部その制作家一人の えー、思いを込めて、えー、細かいところまで気、あのー、を使って作ってますので、あのーまあ、重要な部分、まあ、細かいあのデコレーションとかを気使うのはもちろん当たり前なんですけどそのネックのジョイントあとフレット、えー、弦の高さそういうのはものすごく細かく気を使ってます。あとののの溝溝弦がはまるナットの溝の深さ それとフレットの高さ、えー、そういうのは個人性作家の方が数段気は使って作ってあると思います。そこが魅力だしあと、うんまあ、デザインはも個人性作家というのはいろいろ面白いことがあったりするのでそこも魅力かもしれませんけど一台一台が、まあ、個人性作家となるとものすごくいい気を使ってるしあの一台一台にあの流れ作業ではなく やってますので、そこが、えー、魅力だと思います。まあ、世界に一台しかないギターっていうあれかな、そんな感じですね。はい。